ただいま議長のお許しをいただきましたので、発言通告書に基づき、改正健康増進法成立に伴う本市の取り組みについて、総括方式にて質問いたします。我が国の平均寿命は、戦後、国民の生活環境が改善し、医学が進歩したことによって、急速に延伸したため、今や世界有数の長寿国となっています。また、平成27年の滋賀県の男性平均寿命は日本一となりました。しかし、人口の急速な高齢化とともに、生活習慣病及びこれに起因して、認知症、寝たきり等の要介護状態等になる方の増加は、深刻な社会問題となっています。このような人口の高齢化及び疾病構造の変化に対し、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会にするためには、従来の疾病予防の中心であった健康診察等による早期発見、早期治療といった二次予防や、疾病が発症した後、必要な治療を受け、機能の維持、回復を図る三次予防にとどまることなく、生活習慣を改善して、健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防する一次予防に重点を置いた対策を強力に推進して、早年期死亡の減少及び認知症、もしくは寝たきりにならない状態で生活できる期間の延伸等を図っていくことが極めて重要であります。そのため、平成12年3月31日に、厚生省により、国民健康づくり運動として、健康日本21が開始されました。また、平成13年11月29日には、医療制度改革大綱が策定され、その中で、健康寿命の延伸、生活の質の向上を実現するため、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するため、早急に法的基盤を含め、環境整備を進める、との指摘がなされました。これを受けて、政府としては、健康日本21を中核とする国民の健康づくり、疾病予防をさらに積極的に推進するため、医療制度改革の一環として、平成14年3月1日、第154回通常国会に健康増進法案が提出され、可決・成立されました。平成12年3月に策定された健康日本21では、生活習慣病予防のため、健康に関する9つの分野、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・心の健康づくり、タバコ、アルコール、歯の健康、糖尿病、循環病、がんについて、それぞれの目標値が掲げられています。また、健康増進法第2条では、国民は健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならないとし、自らの健康増進を国民の責務としています。その中でも、特に受動喫煙については、第25条中に具体策として明記されており、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、観光庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙防止策を講じなければならないとされています。平成15年4月末の都道府県への通達では、その他の施設として、バス、タクシー、駅、旅館、商店、金融機関、美術館など、ほとんどの施設が含まれるとし、全面禁煙できない場合は、煙が漏れない喫煙場所を設ける
完全分園が求められています。このような背景の下で児童喫煙対策を強化する改正健康増進法が本年7月18日参院本会議で可決成立いたしました。これにより事務所や飲食店など多くの人が使う施設は原則として屋内禁煙、学校や病院、行政機関は敷地内禁煙とするなど児童喫煙対策は一歩前進するものの、ただ小規模の飲食店には例外を認めるなど抜き穴も多いのが現状であります。同法は東京五輪パラリンピックの直前の2020年4月に全面施行されることとなっており、事務所は煙が屋外に流出しない専用の喫煙室を設ければ喫煙を認められます。個人や中小企業が経営する既存の飲食店で客席面積が100平方メートル以下の店では喫煙可能などの標識を掲げれば店内でタバコを吸うことができるのですが、こうした例外規定があるために厚生労働省によると全国の飲食店のうち同法による規制の対象となるのは約 45% にとどまると予測されています。飲食店では5年のうちに3割強が入れ替わるため段階的に対象は拡大するが例外を広く認めたことは否めません。同法では小中学校や保育所は敷地内を禁煙としますが屋外のスペースに喫煙場所を置くことができます。また受動喫煙対策を自主的に強化する飲食店を支援する自治体も出ています。国の受動喫煙対策は海外と比べても遅れが目立っていまして、世界保健機構 WHO の4段階の基準では、日本の受動喫煙対策は最低レベルであります。今回の改正健康増進法が施行されても、ワンランクしか上がらないのが現状であります。病院や学校、飲食店、バーなど、人の集まる場所8施設すべてを禁煙とする英国やカナダなどに、及ばないのが実情であります。今回の改正法案成立により地方自治体においても様々な取り組みがなされていく中で本市においても児童喫煙対策においては着実に対応していかなければならないことは確かであります。本市のこれまでの対策を振り返ってみますと平成16年3月に策定した健康森山21タバコ対策指針において1. 喫煙が身体に及ぼす健康影響についての知識の普及 2. 未成年者の喫煙防止・防煙対策 3. 非喫煙者の保護・分煙対策 4. 禁煙の支援の4つを掲げ平成25年3月に改定した第2次健康森山21においてもこれらの4つの柱を踏襲し明記されました。その後平成28年からは、呼吸器疾患検診として、結核検診に加え、肺がん検診及び COPD、慢性閉塞性肺疾患検診が導入され、喫煙の影響でリスクが高まる疾患について、早期発見や早期治療、さらには受診者への禁煙に関する情報提供を積極的に行われてきました。平成29年度には、第2次健康森山21の中間評価として、社会的にもタバコに対する意識が高まり、受動喫煙の防止に向けた取り組みが進む中、本市において妊娠期間から高齢者まで、小中学校での防煙教育やイベント等の開催、呼吸器疾患検診の実施を通じて、喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及や、未成年者の喫煙防止対策を積極的に進めてこられました。しかし、公共施設や飲食店等人が集う場所における非喫煙者の保護対策については、未だ着手できていないのが現状であるというところでございます。ここで質問をいたします。
第二次健康森山21の中間評価に記されています。2020年のオリンピック・パラリンピック開催に向けて国の法整備等の動きを注視し取り組みを実施しますということに対し、改正法案成立がなされた今、今後の本市における児童喫煙防止策に対する取り組みを具体的にどのように考えておられるのか、また滋賀県の児童喫煙ゼロを目指す県民運動といった民間との連携を図る取り組みも踏まえて、本市として独自の施策を今後どのように考えていくのか、健康福祉部理事にお伺いいたします。次に、森山市は人口増加が続いていますが、その理由には立地の良さに加え教育環境の充実や環境の良さといった点もあると思われます。そういった教育環境の良さをさらに伸ばすという意味でも、児童喫煙対策を徹底し住みやすさを PR するということも考えられるのではないでしょうか。他方、市町村タバコ税は市の貴重な財源であり、市内のタバコ販売業者がタバコの購入を市内で行うよう呼びかけたり、喫煙者がルールを守って喫煙できるような環境整備を進めるのも市の役割だと考えます。このように本市といたしましては、現在進められています JR 森山駅西口喫煙スペースの整備などを含む受動喫煙対策を徹底しつつ、ルールを守って喫煙する者に対しては市内での購入喫煙を呼びかけるというメリハリをつけた施策を行っていく必要があると思いますが、そのあたり今後どのようにお考えなのか、また平成21年制定された森山市路上喫煙の防止に関する条例には、路上喫煙禁止区域の指定として第5条に定められているものの、現状ではいまだ区域の指定はなされておらず、また罰則なども設けていないのが現状であります。国において健康増進法の改正がなされたこの機会に、今一度本市条例における禁止区域や罰則などさらに踏み込んで考えていく必要があると思いますが、そのあたりの見解を環境生活部長にお伺いいたします。健康福祉部理事、それでは、西村議員ご質問1点目の受動喫煙防止対策の今後の取り組みについてお答えいたします。議員ご説明のとおり、我が国の受動喫煙対策につきましては世界的に見ても大きく遅れを取っておりますところ、来たる2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けまして、国を挙げた早急な対応が必要というふうになってきてございます。このため今般成立いたしました健康増進法の一部を改正する法律におきましては、地方自治体の責務としまして、望まない受動喫煙が生じないよう受動喫煙を防止するための総合的な措置を効果的に促進することように努めることが明記されたところでございます。これを踏まえまして、本市としましても引き続き第二次健康森山21に基づきまして受動喫煙防止を含めたタバコ対策を積極的に推進してまいります。中でも特に受動喫煙によります影響が大きい妊婦や子どもに対しましては、母子健康手帳の発行の際や乳幼児健診、また健康推進と協力してやっております小中学校への防煙教育といったあらゆる機会を通じまして、啓発による意識の寛容に努めてまいりたいと考えてございます。また平成30年本年3月に改定されました県の健康増進計画であります健康生き生き21におきまして、受動喫煙防止のための環境づくりとして禁煙や完全分煙を行っております飲食店を認定する受動喫煙ゼロのお店といったものを普及していくというふうにされております。このため本市としましても保健所や商工会議所といった関係機関としっかり連携する中で、市内飲食店等への積極的な働きかけを行ってまいりたいと考えてございます。
今後におきましてもタバコ対策につきましては喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及、非喫煙者の方の保護対策など4つの柱に基づきまして医師会、薬剤師会、学校、健康推進といった関係機関としっかり連携を強化していく中で各種検診、保健指導、イベント等も活用する中積極的に取り組みを進めてまいりたいと考えてございます。以上答弁といたします。環境生活部長。はい、部長。それでは西村議員ご質問2点目の本市における路上喫煙防止対策についてお答えをいたします。本市におきましては市民の身体及び残資産への被害の防止並びにタバコの吸い殻投棄の防止を図りまして市民の安全かつ安心で健康な生活の確保及び町の美観の保全に寄与することを目的に平成22年4月より守山市路上喫煙の防止に関する条例を施行しております。この条例にも掲げております通り市の責務として路上喫煙の防止に関する市民等の意識啓発に取り組んでおり喫煙者を含め数多くの市民が利用されます JR 守山駅周辺におきまして啓発看板の設置及び路面表示に加えまして月に一度朝の通勤時間帯に啓発活動を実施することにより喫煙者のマナーの向上及び受動喫煙の防止を図っているところでございます。また現在駅前喫煙所の整備を進めておりましてパーテーションを設置することにより喫煙場所を明確にしてそこでマナーを守って喫煙していただくことによって受動喫煙の防止を図り喫煙者と非喫煙者が共に気持ちよく駅前を利用していただけるよう環境整備を推進しているところでございます。一方で議員仰せの通りタバコ税は市の貴重な財源でありますことから市内でのタバコの購入推進についてこれまでより大津市、草津市、栗東市、守山市の4市と日本タバコ産業株式会社大津支店また大津タバコ商業協同組合で構成します大津管内タバコ税連絡協議会で啓発物品の作成配布ポスターの作成掲示を行うなど喫煙者に呼びかけを行っているところでございます。今後もこれまでの受動喫煙の防止の取り組みを基本とする中で大津管内タバコ税連絡協議会を所管する総務部と連携して喫煙マナーの向上タバコ税の仕組みの周知及び市内でのタバコの購入の推進を図ってまいります。次に路上喫煙禁止区域の指定及び罰則化につきましては条例制定後にタバコ販売業者や駅前における商業者等を交えて意見交換会を開催するなど検討を行ってきたところでございますが現在によりましても指定には至っておりません。しかしながら条例の制定から長年が経過しておりまして議員仰せのように健康増進法が改正され社会的に受動喫煙対策の必要性が高まってきておりますことから駅前喫煙所の整備後の利用状況を踏まえた上で健康福祉部とも協議を行いながら検討を行ってまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。8番西村博樹君、どうぞ。丁寧なご答弁ありがとうございました。それではまず健康福祉部理事に再度質問をさせていただきます。先ほどから述べておりますように本市独自の先進的事例といたしましてはCOPD の検診であったりとか未成年者への防炎教育
というところにおきましては積極的になされているのは確かではございます。ただ、このように社会全体が非常に受動喫煙に対して注目するこの今だからこそ、また先ほど述べましたように法改正がなされたこの時期だからこそ、さらにその受動喫煙に対して具体的にな施策というものを考えていかなければならないというふうに考えておるところでございます。先ほどより答弁にもございましたように、保健所あるいは各関係機関との積極的な働きかけを行うと、今後そのような展開をするという答弁でございましたけれども、他市の事例を見ましても確かにそのようなことは実際もされておられる市がたくさんございます。そこで今後そのような連携をより具体的にどのように、また本市として独自の施策としてどのようにお考えなのかというところを再度お聞かせ願いたいというふうに思います。続きまして、環境生活部長に再度質問をいたします。私が今回この質問をさせていただくにあたりまして、決して喫煙イコール悪、もしくは喫煙者は排除すべきだというような意味合いで申しているわけでは決してないということを、まずは前提に述べたいというふうに思います。喫煙者を守るということも確かに重要でもございますし、そのためにも喫煙者と非喫煙者が、先ほどのご答弁の中にもありましたように、互いに気持ちよく利用できる、そういう環境づくりが必要ではないかというふうに考えているところでもございますので、そのようなさまざまな現段階でなされている対応の中で一定の評価はするものの、しかしながら残念ながら市民からは未だ数多くの苦情にも似たような声が耳に入ってくるのが現状でもございます。先ほどありましたように、平成22年に条例が施行されて早くも8年という月日が経った今、現状では禁止区域や罰則というものが設けられてはいません。ここで県内他市の状況を調べたところ、罰則を設けている市は1市、禁止区域の指定をされているところが6市と、すでに条例に設けられているのが現状でございます。このようなことから本市にもその必要性は早期に求められるのではないかというふうに考えるところでございます。罰則はともかく、さらに一歩踏み込んだ対応として、本市においても禁止区域の指定に対して検討ではなく具体的施策を講じて早期対応を求めますが、そのあたりの見解を再度環境生活部長にお伺いさせていただきます。以上です。健康福祉部理事。はい、議長。はい、それでは西村議員の再質問、より具体的な、本市独自の施策についてということでご質問にお答えさせていただきます。議員お仰せの通り、今回の法改正という、一つの動きを踏まえまして、今後市としての独自性のある取り組みというものを検討していくべきと考えております。具体的に今これというものがあるかといいますと、少しお答えが難しいところでございますけれども、これまで今議員もご説明いただきましたとおり、 COPD 検診や防炎教育といった独自性の取り組みも進めてまいりました。これもやはり、例えば先ほど申しました健康推進をはじめ、関係機関の協力があってのものだと思っておりますので、まず関係機関とともに、どういったことができるのか、これは一つのタイミングでございますので、しっかり考えてまいりたいと考えております。しかしながら、一番大事なことは、まずは今回の法改正の内容、特に改正によって規制の対象となります、飲食店をはじめ市内の事業所の方々にしっかりこの内容を周知して理解していただくことがまず何より大事かなと考えておりますので、こちらは規制権限を持ちますまた県、いわゆる保健所になりますので、保健所とともにどういった形で効果的な普及啓発ができるかをまずはしっかり考えていきたいと思っております。その後本社の状況を見て、しっかりと独自性のある取り組みも合わせて検討してまいりたいと思っております。以上でございます。
環境生活部長。議長どうぞ。それでは西村議員、再度のご質問、一歩踏み込んで、禁煙区域の設定など早期に対応してはというご質問に対してお答えをさせていただきます。先ほどご答弁でも申し上げました通り、今現在駅前喫煙所の整備を進めさせていただいているところでございます。これによりまして駅前のロータリーの区域の喫煙場所の、明確化が図られることになります。喫煙所の利用についてしっかりと周知説明を行った上で、整備後の利用状況を継続的にしっかり調査してまいりたいと考えてございます。その中で、タバコ販売業者、また駅前におけます商業者の方などを交えて、意見交換会などを開催しまして、さまざまな立場からそのご意見を頂戴いたしまして、禁止区域の指定も含めまして本市の路上喫煙防止対策を前に進めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。